皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回は簡単な穴埋めの英作文、これをやっていきます。ケンチ君が自分の一日の生活を英語で発表しました。空章を埋めて英文を完成しましょう。こういう問題です。普段は6時に起きます。これが一番ですね。普段は6時に起きます。ケンジ君、朝6時に起きるんですね。英語の方を見ると I usually 空欄が2つ、その後に at 6、 I usually 空欄2つ、そして at 6で、 I usually っていうのは私は普段って、 at 6、 これが6時ですから、この空欄2つには起きるという英語になるように単語が入るわけです。2番、6時40分に家を出ます。 I 空欄2つ、そして at 6:40 ね、 I の後ろに空欄2つ、その後に at 6:40、 こうなっています。私と6時40分があるので、この空欄には家を出る、こういう意味になるように単語が入ります。3番、放課後テニスの練習をします。I practice tennis、 空欄2つ、 I practice tennis、 その後ろ空欄2つですね。私はテニスの練習をしますと前の部分でやっているので、この空欄2つには放課後という意味になるように単語が入ります。4番、11時に寝ます。英語は I 空欄3つ、 at 11、 I で空欄3つ、 at 11、私はと11時にとあるので、この3つの部分は寝るという意味になるように単語が入るわけです。皆さんはどうぞここで一度動画を止めて答え考えてみてください。そして、答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。普段は6時に起きます。これは I usually get up at 6。 I usually get up at 6。 Get up、 これが起きるという意味で、発音は get up って聞こえますよね。これは正解です。2番、6時40分に家を出ます。 I leave home at 6:40。 I leave home at 6:40。 この leave home、 これが家を出るという意味です。この leave home、意外と知らない人が多いので、ここで覚えちゃってください。Leave home。 3番、放課後テニスの練習をします。 I practice tennis after school。 I practice tennis after school。 After school、 これが放課後という意味です。4番、11時に寝ます。 I go to bed at 11。 I go to bed at 11。 Go to bed、Go to bed、 これが寝るという意味になります。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。